さあ、今回はジェットスイーパーでございますが、なんかね、ブレが少なくなったらしいっすよ。つまり見ている側的にはかなり地味な感じになると思うが、よろしくお願いします。で、今回はメインガン積みにしてるんで、戦い方としては敵をロックオンしたら、そいつに向かってインクをピュッピュと打ち続けていきましょう。マークだ、マーク戦法、マーク、よし、マーク、いいね、オッブ、マーク、インク吸っちゃうぜ。そこか、おっと、マーク、マーク、マークを続けろ。あかっ、あ、うわー、足元がピンポでまだ残ってた。足元塗る力とかはジェットはそんなにないのかな。塗りってそういうところもあるんですよね。自分の足元を塗って全然塗らねえじゃん、こいつ、びっくりした。ってことは自分の足元だけは本当気をつけないとね。もみじの仕事だと思うが、まあそうも言ってられんね。よし、ちょっとあまりにも自陣が汚いせいで全然リード取れてないんだが、マーク、マーク、ほれ、クリティカルヒットとはいかん。オッケー、この位置は強い。マーク、打ち続けろ。ほれほれほれ、マーク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 、一旦引こうか、あまりにも危険。ラインもあるんだよね。マーク、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 よし、怖えな、グイッといつか飛んできそうで怖いね。うーわ、危ね危ね。ふう、うら、この時はイカになれねえのかよ。そこにいるのは分かってんだが、まだ生きてるだろう。よし、前出ようか。自陣が汚いわけじゃないんだが、まあ汚ねえけど。マーク、追い詰められたスクックリンはきつかろうて。何、やべ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 足元がお留守ですよ。今回足元やべえぞ。おお、オッケー、止めた。よし、じゃあ自陣塗ればいいね。ありがとうよ、やりやすい場所を残しといてくれて。よし、どうでしょうね、これ結末としては。うわ畜生、畜生、あと 0.2% って、この野郎、ここぞという時に塗り返せないのはつらみだったな。ちょっと足元がお留守でした。さあ、ペナルティギアをつけてきました。よって私のキルは1秒重く、私のデスもまた1秒重い。遠くからピュンピュン行きましょう。射程勝ちしてんぜ、完全に。だからちょっと卑怯気味でもいいポジション取ったら遠くから撃ちましょう。できればキル取らなきゃいけない。アシストもダメなんですよね、確か。だったら右側敵なし、ロックオン、オッケー、はい、1秒重いよ。ロック、マーク、オッケー、1秒重く消えてもらうぜ、この世界からよ。僕のデスも重い。こういうことしちゃダメって話な。吸引機でも無理なもんは無理だな。向こうもそれを見て突っ込んでくるもんな、二人がかりとかで。さて、やっぱ遠くから撃つしかないね。前に出る欲張りさんは今日は NG ということで。すんげー死んでる。まあ暇な時は LINE でも投げとけ。 LINE もちょっと強くなったみたいですしね。威力がちょっぴり上がって
塗りも強くなったんだっけ。よし、アシストか。失礼。来るか。おお、おお、やる。この辺かな。怖い怖い。みっけ。降りてきた。うう、こっち見られてますね。こういう時にスペシャルですぐ回復できねえのが。クイボ怖い。カニ。うわー、防げねえ。くそー、いい感じに壁に隠れつつゆっくり来ましたねこの野郎。ですが前に出たな。残り36秒もあればゆっくり巻き返して差し上げよう。まあまずは自陣塗ってね。で、よいしょっと。雨怖えなこの状況。くこういう時に吸引は貢献が難しいんだよ。ダメだ。結局もう一回奥死んじまった。どうしようもなかったな。向こうがあれですね、塗るということに意識を割いて一歩引いちまいましたね。悔しいな。塗り合いになったら勝てませんからね。そういう時は少しでも前行くべきなんだろうけど、吸引機しかないので前にも出づらかったという感じです。2連敗ですよ。お、湯の花じゃん。よろしくお願いします。さーて、いかにして逃げ回って塗るやつのキルも取っていくかだよな。ボールド2は、つまりさっきの試合を反省して生かしていかなければ今回も似たような感じで負けてしまうね。そう、中央付近で逃げながら、そう、壁の裏とかに逃げながら、あれやこれやしてくる動きされると困るわけだ。嫌な予感がすごい。よー、ラッパー、徹底マーク、オッケー。ちょこまかと逃げますね。オッケー、よっしゃい。4秒稼いだね、多めに。頼むっす。おえ、お前まだハンコ残ってたのかよ。強化してるわけじゃないけど、ハンコの時間って結構体感で違うもんですね。いやー、守ってる私が落ちちまったら、うわー、これ別のハンコかよ今度。相打ちか。出直してこい、1秒多めにな。やばいっすよこれ、塗りが。吸引機がクソほどにも役に立たねえからな。おっ、ぶっ。ういっ、オッケー、よし、ナイスナイスナイス。抑え込め、射程では勝ってんだ。よし、アシストでもいい、この際。塗って、なんか上から来た。怖い怖い。よし、徹底マークだ。よし、オッケー。オッケー。おっ、おお、ナイス。その辺。怖っ、気をつけろ。
飛び込んでくるぞ。隙あれば飛び込んでくるタイプだぞ。ほら来た。嘘。ナイス。もう一人、おお、実質ワイプアウトだね。今回はうちか、うちか。オッケー。ライン。うっ、すいまーす、すいまーす。なんか仲いいなお前ら。よしよしよし。まあ二度同じ感じで負けてはいけませんからね。ようやくいい感じになったわ。ただこれキル取ったら1秒稼げるとしてもさ、やられた時に1秒多く取られる辛さの方が上回るんだけど。つまりお相手の1秒の苦しみは実感できる感じがないんだけどさ、必死だから。でも自分が動けない1秒間っていうのはすげえ実感するから、スコアええやけども、なんか、うん、もう一回だけ使おう。さあ最終戦です。勝って差し引きゼロにしたいところですね。お相手の射程は鉛筆トゥーン。鉛筆には負けねえだろうと思ってるが、どうだろうな。鉛筆くんは強化なかったんだっけ。とりあえず高いところ取ろうぜ。俺はバカだから高いところが好きなんだよ。自覚したバカの恐ろしさを思い知らせてやるぜ。アイアムバカ。ウィア、オッケー。うおー、くそー、根っこにいたとは。ペナルティーがこれでトントンになっちまったよね。まあ、一応1キル取ってたら1キルでもダメなんだな。効果なしってなるもんな。差し引きゼロだとギア1個分丸々損してるわけだから、1回の命で2キルは取らないと得をしないギアってことを考えると結構上級者向けね。よいしょっと。それにさ、なんかこういわゆる隠した狩りにも使えそうなギアではあるけどさ、動画投稿者的には敵がいる時間が減るってのは必ずしもうまみとは限らないからね。さあ敵さんどこだ。ほいっと、発見。吸うぜ、来いよ。そこ敵さんが見えないよ。お、マーク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 。うわ、ぶねえ。絶対死んじゃダメなんだよ。お、敵落ちたぞ。よし、もういいぞ。これ試合継続なしかな。途中で終わっちゃうの、最終試合なのに。微妙なんだけど、それは。苦しんでもらおうか。続行なら苦しんでもらおう。ライン当たってねえのか、今の。お邪魔しまーす。ペナルティ押し付けて、オッケー。どうやら試合は続行らしいぜ。よし、見つけた。諦めんな。いやまあしゃあねえけどな。もうしかし最後まで頑張るという姿勢が次の試合につながったり、自分のメンタル向上に役立ったりもするぞ。諦め癖ってのは案外厄介なもんでしてね、今回のようになもんどうしようもないやろというような試合でもね、その自分の尺度でどうしようもないラインみたいなのがちょっとワンランク甘くなりがちなんだよ。だから落ちても僕は全力で戦うようにしている。よし、なんだかんだちょっと危なかったしな、これ。お相手の勢いを感じる。まあさっきの一瞬停止はもしかしたらスプラに慣れてなかっただけの可能性もありますがね。随分と食い込んできたな。マジで危なかったじゃん。ね？ね？諦めない気持ちを知るね。で、しかも勝ったら気持ちいいからね。僕はなんなら、なんだろう、気分が上がってる時なら3、4はむしろ喜んでやるかな。勝ったら気持ちいいからね。稀に勝てるし。今回もあと5秒ぐらいあったらもしかしたらでしたよ。さて、では最後にガチャでも回して終わりましょうか。
いいの出てくれよ。はい、これ結構高くね？ありがとうございました。